新型コロナの影響で3年ぶりに開かれた熊野古道トレイルランニングレース8回目の今回は17歳から73歳までのおよそ700人が参加しました。トレイルランニングは舗装されていない自然の道を走るスポーツで50キロと30キロ、それに10キロのクラスが設けられました。しんどいですけど、今回見たらはいあの気持ちよくこれから走ります。コースには熊野古道をはじめ 絶景で知られる杖の峰の雲海などが組み込まれランナーは息を切らし疲れた表情を見せながらも大自然の中で雄大な景色を楽しみながら駆け抜けていました。